こんにちは、フィフティーズチャンネルです。今日はですね、4月、21日の、対ヤクルト戦のオーダーを組んで、リア対をやりたいと思います。カープ純正のオーダーですね。で、先発ピッチャーが、床田投手。いやー、もう毎回言ってますけど、阪神が強い。しかも不調だった近本選手までちょっと調子が上がってきてるんでね、ちょっともう手がつけない。で、外人ですね、外人サンズ選手とマルテ選手ね、よく打ちますね、ホームラン。はい、それではやっていきます。床田投手ね、結構ね、球種いいんですね、いいんですけど、まあおそらくね、リアタイで使われる方は ほぼほぼいないんじゃないかと思います。まあスクリューボールがあるんでね、ちょっとそれをうまいこと使いながら、ちょっと緩急つけて抑えていきたいと思います。相手投手サンチェス投手、でオーダーなんですけどね、ちょっと21日のオーダーって言ったんですけど、阿部ちゃんがいないんで、阿部ちゃんだけちょっと2番に堂林選手入れてます。堂林選手の、ね、調子が、ね、上がらない、まあ、西川龍馬の調子もそうなんですけど、全般的にカープ打者の成績が上がらないんでね、ちょっと今苦戦してますけど、聖也選手もね、3割打ってるんですけどね、得点圏打率がちょっと低いのが気になりますね。で今ね、張さんが割と元気なんで、春男張さんがちょっとね、期待して見ていきたいと思います。ほい、張さんタイムリーで1点取りました。厚選手、でクロン選手もね、だいぶ変化球がね、見極めれて打てるようになってきてるんでね、ちょっとね、期待して、ちょっとホームランをね、打っていただきたいと思いますね。詰まってましたね。やっぱ A はきついな。これからカープが守備につきます。でクロン選手ね、まあ、今回ね、A がリリースされてるんですけど、守備 E なんですけど、めちゃくちゃ守備上手ですよ、本当に。もうね、ショートバウンド取るのもう絶妙です、絶品です。おお、あれ、盗塁してた。あの球をね、打ってくれるとね、投げる方はちょっと楽ですね。インコースへのボール球ですね。いやマジね、田中康介がね、ほんとね、調子が悪い、ほんと膝の調子がね、悪いんじゃないかっていうぐらいちょっと調子が悪いですね。
インコーストライク、見送ってストライク、あっという間にツーストライクです。インサイド押しました。さあそして打席には菊池が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、追加点の欲しい場面、何が起こるか分かり、真ん中のボール打った、打ち損じました。堂林くんもね、そろそろやばいですよこれ。2軍落とされますよこの状態じゃ。なんでね、ちょっと頑張ってほしいです。そう、右打ちなんですよプリンスは。今みたいなバッティングをね、公式戦でも知ってもらいたいです。さあ床田選手で抑えて勝ちましょう。やっぱりね、変化球はね、あれだけ見せられるとね、差し込まれますね。よし、ツーアウト、あと1人です。やばい、打たれた。スクリュー打たれるな、低めで投げて。これが初球、よし、最後はスクリューで勝ちました。3対0ということで、まあ、床田選手使った感想なんですけどね、やっぱりね、変化球は結構あるんですけどね、持ち球としてちょっとなかなか抑えるのは、かなり緩急使ってコース狙わないと厳しいかなというところです。というところで21日の公式戦のオーダー組んで、リアタイ戦ってみました。結果は勝利で。ご視聴ありがとうございました。